島津豊久。島津豊久は、安土桃山時代の武将。島津氏の家臣。島津家久の息子。元気元年、1570年、島津家久の子として誕生。幼名は、豊島で、はじめは、島津忠豊と,と名乗っていたが、後に豊久と改名した。天正十一年、1584年4月11日。 上井各県が佐渡原に赴いたが、父、イエシサが留守だったため対応する。天正十二年、1584年3月の沖田縄手の戦いに偉人。まだ元服していなかったが、新色忠元の貢献のもと、敵の支給一つを打ち取った。この戦いの直前の早朝、父、イエシサは、15歳の豊久に、あっぱれの武者ぶり、ただ上帯の結び方は、 こうするのだと結び直して、脇差しでその帯端を切り、よく聞け。もし軍に勝って打ち死にしなければ、この上帯は我がとこ。う。だが、今日の軍でカバネを戦場にさらすときは、切った上帯を見て、島津が家に生まれた者の,の思い切ったる所作と、敵も知り、我もその死を喜ぼうと言ったという。沖田縄手において、イエシサ、豊久節は奮戦し、勝利して、無事に帰還した後、 家久は、豊久の帯を解いたと言われる。同年4月14日に、被護国にて原服を果たした。ちなみに、天正13年、1585年12月、父の家久が、豊久兄弟3人の放送治療のため、薬の素香り炎を持っていればいただきたいという旨を、神井各県に伝えている。天正15年、1587年4月17日、 栃木側の戦いで、父、イエシサに従い先陣を務めね白坂に攻めかかるが、敗北し撤退。天正15年、1587年、父、イエシサが死去し、天正16年、1588年、その後を継いで、日向国との氷、佐渡原東王979町の主院城、所領目録を廃慮して、日向佐渡原城、宮崎市佐渡原町の城主となった。 この年、島津氏は豊臣秀吉に降伏し、家久は豊臣氏の陣中に赴いて帰った後に急死したため、暗殺や毒殺とも言われるが、あらぬ疑いを避けるためか秀吉は豊久に特別に所領を与えるよう、島津義に命じたと言われる。また、父の死後は、叔父の義弘が、実子同様に養育し、豊久は義弘に、戦の心を学んだと言われ、そのために、 義博に恩義を感じていたという説もある。その後、豊臣氏による、天正18年、1590年4月の小田原征伐に従軍。文禄元年、1592年、朝鮮へ出兵した文禄慶長の役に従軍。3月に、騎兵34機増兵504人を率いて、富山に着戦し、都門に進行するが、朝鮮王利明は、 義州に出本していた。同年5月上旬、関本度の遥川、かは、チュンチョン城へ在城していた際、押し寄せた敵兵六万余儀に対し500人余りで牢城し、100予定の鉄砲を放ち、敵が浮き足立った際、城門から504人で撃退に成功したとされる。同年5月20日、鎮守攻略を命じられ、手勢476人を率いて出陣。文禄二年、 1593年6月29日、諸将と共に、陳寿城を攻略。この時、豊久の馬印が入場一番乗りを果たす。慶長2年、1597年2月21日、諸将、加徳塔に、在番中、再度の出撃を命じられ、豊久は手勢800人で3番目。安骨浦、安国保に在陣。同年7月15日。 うるし川領海戦に参戦。朝鮮水軍で三番目の大船にこぎつけた豊久は、豊久飛んで敵船に移り、敵を切ること朝のことしと記録されるほど活躍を見せ、家臣と共に競いながら、敵から脱出した船は、後に豊臣政権に献上して、感情をもらっている。同年八月十五日、南原城の戦いに参戦して先駆けし、敵首十三を打ち取り、翌日、 敵首の花を添えて、日本に中心。同年9月20日、四川に寄陣して、四川新四郎不審。同年12月、ウルサン城の戦いに、小爪として出陣。慶長3年、1598年1月、民の兵が守る飛行洋を攻撃する際、短期に手先駆けを行い、敵手に急を打ち取るが、左地下に傷を負う。同年8月、秋月市長。 高橋本ね、相良頼久と共に帰国を命じられ、同年11月21日、船20艘にて、不山前の市域島に滞在し、吉広節を救出して、その2日後に帰国。文禄元年から6年間の朝鮮滞在となった。慶長4年、1599年2月、朝鮮国での功績により、中塚佐大輔並びに自重となった。 慶長四年、1599年3月29日、徳川家康から両国に戻り島津義久と相談するよう命じられ、佐渡原に到着。同年6月上旬、島津忠常の出陣により省内の乱に出陣。新色忠元、村尾茂公らと山田白攻めの大将となり、これを攻め落とし、慶長五年、1600年3月15日、 伊住院忠真の降伏により省内の乱は終結。この功績により、島津忠常より感情と立ち人腰を賜った。乱の終結後、島津義久は、豊久の軍港に大使ののみや、現、宮崎県都の城市の野見谷町を与えるとしたが、豊久はこれを辞退している。慶長五年、1600年5月12日に、伏見に参勤すべく佐渡原を出立。 無事に参勤を果たし、帰国の糸まごいのため六月五日に、大阪へ下る。同年八月一日、吉弘と共に西軍に属し、伏見城の戦いに参加。伏見城落城後の同年八月十五日、伏見から石田三成の居城、沢山に赴き、美野に出陣。当軍が岐阜城を攻撃するとの情報により、石田三成は後よひに、江戸の私の防御を依頼。 同年8月23日、岐阜城を陥落するが、敵が後ろを遮ろうとしているとの情報を耳にし、大垣城外学殿に撤退する。関ヶ原の戦いが勃発すると時の義弘と共に、西軍として参陣した。慶長5年、1600年9月14日に、義弘はとよ久を、石田三成本陣に派遣し、赤坂在陣中の関東勢への用地を提案するが、 自軍は大軍なので、日中荒野で勝負を決すべしとして、三成は提案を却下されたと言われている。しかし、吉弘は、自らが提案した野衆を聞き入れなかった西軍への、不審から戦闘には参加しなかったと言われていたが、この逸話は、落ち墓衆という二次的な編纂物に書かれたものであり、また島塚田の資料にも用地に関する記事がほとんど見えないことから、史実だと断じるわけにはいかない。 その夜、関ヶ原に人害し、9月15日の夜明け前に、雨天で農務の中、石田人から一丁ほど隔てて夫人。それから一丁ほど隔てた地に、吉弘も夫人している。豊久の備えには、長寿院森奴が来て、馬上で糸まごいをしたが、今日は、味方弱高徳は、今日の槍はつけましきぞと豊久は答え、互いに笑って別れている。石田三成の家臣である。 やそじますけざが死者として、女性を養成に来た際は、下馬せずに、馬上から申し出たことに、家臣たちは、微労だと悪口を言い、死者の態度に激怒した、とよ久も、今日の儀は、メンテガ次第にか愛働けぞろう、味方も、共通にお心得高読と怒鳴り返して追い返したと、伝えられている。乱戦の最中、義弘を一度見失ったと与久は、 涙を流しながら義弘はどうしているかと心配し、義弘とその後合流できたと伝えられている。やがて戦いが同軍優位となると、島津隊は戦場で孤立する形となり、退路を断たれた義弘は切腹する覚悟を決めた。しかしと義久は戦後にやってくる南極に立ち向かうにはおじ義弘が生きて帰ること必要だと感じ、島津家の存在は 義弘公にかかっている。義弘公こそ生き残らねばならない。天文はすでに極まる。戦うというも負けは明らかなり。我もここに戦死しよう。義弘公は兵を率いて、薩摩に帰られよ。国家の存亡は、こう、義弘の一心にかかれると述べてっぺいを促した。これで意を決した義弘は、家康本人をかすめる形で、異世界道方面に撤退することにした。 島津の尻ぞき口。豊久は、この戦闘において、伝軍を務めたが、東軍の追撃は激しく、島津隊も多数の犠牲を出した。いい直政勢が迫り、鉄砲を一度放って、あとは乱戦。豊久は、義弘の身があり、捨て艦となって、突き従う中村玄介、上原佐大門、富山正大湯ら十三機と大軍の中へ駆け入って、打ち死にした。雑力には、 鉄砲で、井い,い直政を落馬させ、当軍の追悼を撃退。島津豊久、大量に出血という内容が記されている。一説によると、豊久は重傷を負いながらも、吉弘を9キロメートル近く追いかけ、ルミジの住職たちや村長が解放したが、上石津の柏原辺りで死亡し、ダビーに付されて、近くのより蜜寺に埋葬されたという伝承もあり、同時には、 墓が現存している。また、かなり早い段階で豊久の馬が、蔵に血だまりがあり、主を失った状態で見つかったとも伝えられている。いずれにせよこの豊久らの決死の活躍で、吉弘は、無事に薩摩に帰還することができたのであった。ただし、島津方では、豊久内ちじにの確証を得てなかったらしく、島津義弘は、 お川かは黄金へ三国造参りと称させて、豊久の安否を探らせ、黄金は諸国を三カ年返歴している。豊久の法名は、天津真ッサちなみに、岐阜市歴史博物館像の、関ヶ原合戦図屏風には、馬上で采配を振る豊久の姿も描かれている。戦後、領地の里原は、六つぐ断絶の扱いで、 一旦徳川氏に接収され山口直友の寄り木、正田康信を在番させている、後に一族の島津育が入った。豊久には子供がなく、家は名の婿である木入忠秀が相続した。しかしその系統も、寛永元年1624年に断絶。後に十八代当主、島津家久、忠常の子、久男が、慶氏に入り、 長吉島津家として残る。豊久の鎧は、長吉島津家当主、島津久義が、安永六年、1777年に入手し、長吉島津市の菩提寺、天正寺に収められたとされており、現在は、章子修正館に保管され、日置市中央公民館にはその写しが展示されている。 美少年であったとされており、薩摩藩の伝承や説話をまとめた資料でも、ウイジンの戦で先陣を切る、若きと良しが記されている。シズ間サズのお玉木には、世に類いなき溶岩美霊なるのみなっつ、自由たくらたる少年と、比べるものがないほど姿が美しいのみならず、知略と、武勇も抜きんでた少年と記されており、サッパン宮殿集には、無双の美道、美少人と記されている。 また、南方熊楠も薩摩出身の外交官、荒川美春から、島津と久ことのほか美少年なりし、聖官の役に臨み、家中の勇士を一人一人前へ呼んで思い出しせり。それゆえ、申しみなおのれ一人を、主君はことに愛せらると思い、南が一気に猛戦せしということなりしという話を聞かされたという。関ヶ原の戦いには、 島津義弘から滞在中の京都より佐戸原に帰る、直前に呼び止められて加わったが、ただし、義弘との個人的なつながりが、資料に深く刻まれているというわけではない。通説で戦死した場所といわれる、岐阜県大垣市上石津町渦坂には、島津忠重記号による豊久の石碑がある。また、道長女王たら地区にある通称、島津塚は、豊久の墓と伝えられる。 また、現地には、豊久の死について遺説が伝わっている。一つは、落ち延びてきた、豊久一行を、村人が拒絶したため、豊久は無念の死を遂げ、そのたたりのために墓所には、草木も生えなくなったという話ある。もう一つは全く逆で、必死に、豊久を看病する村人に権儀がかかるのを忍びなく、思い自陣したという話である。さらに、宮崎県佐渡原町。 および、鹿児島県日置市の双方にあった天正寺にも祀られており、佐渡原町の天正寺の過去町の写しには、豊久と一緒に戦死した家来の俗名が35人分記載されている。寺は共に廃寺となったが、墓は現存している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。